餌取りの正体の一つはこれね、カワハギ、ホンハギっていうのかな。お、取れた。あ、カワハギで合ってるよね。ソウシハギとかじゃないよね。いやー、なんかね、浮きがもともと絞らせてるんですよ、少しね。10センチ、20センチ、30センチとか、ちょっと絞らせてるんですよ。風とかで、あれしないよね。で、その中で絞らせてる中、少しなんか入っていった気がするなって、とりあえず合わせたらこいつでした。しかも針かかってたもんね。うん。で、ハゲね。ハゲは、なんかこの色が濃いほど、なんか力が強いとか、美味しいとか、まあ言われてるじゃないですか。薄いほどちょっと戦力が弱いというか、力が弱いみたいな。真っ黒なんで、これ大丈夫？こんなあったっけ？久々釣ったらよく分かってない。はい、ということで、まあとりあえず、まあ魚釣れたんでよかったです。ありがとうございます。お土産になるね。いいお土産でございます。やった、釣りましたよ。ちっちゃいけどね。まあ、一応キーパーサイズかな。お長でございます。まあまあまあ、まん丸してるかな。しかもいいとこかかってる。完璧あったね、今。浮きがね、やっぱ本当さっきと一緒。カワハギと一緒。なんかね、ちょっと絞らせてるんですよ。微妙にね。今ちょっとだいぶ手前狙いましたけど、微妙に絞らせて、それがね、潮受けもなんかスッとはいかないんですよ。潮受けで見てたんだけど、潮受けもスッといかなくて、ゆっくりなんか、あれさっきより少し早く入っていくぞで合わせてこれです。30はないけど、27、8ぐらいある、いいお長でございました。完璧ですね。狙い通りでございます。で、針も、ちょっとさっき、カワハギの前に変えて、かかりすぎ口太の、今5号です。まあ、とりあえず、1匹釣れたので、ちょっと、とりあえず、安心しております。で、今ね、釣れたのが2ヒロ、ちょいぐらいかな。今、塩気を2ヒロに合わせてるんですよ。で、2ヒロから、だからちょっと絞らせるぐらいなんで、2ヒロ半もないかな。2ヒロと30センチ、40センチとか、その辺でございました。浅いね。いや、コッパは見えてたんですよ。多分コッパだろうな、みたいな。ボラじゃないな、コッパかなと思ったら、多分さっき見えてたやつだね。続いて、コッパグロを狙っていきたいと思います。これね、海面の中までちょっと見えないなぁ。受けてるね。なんか、こう、コッパグレが、なんか下の方に、目が間違ってなければ、めちゃめちゃなんか下にコッパグレが湧いておりますね。手のひらぐらいのが。もしかして、サトリこれかぐらいな感じ。うわ、ボラデカボラ来た。デカボラ来たってな。わかんない。餌取りの正体が、もしかしたらこのコッパグレかもしれないです。ちょっと厄介だぞとどうしましょうといった感じでございますが、ボラだな。今ボラが来ましたね。その辺にちょっと映ってるかわかんないけど、あ、ボラかな。いや、ボラだわ。下にいっぱいいる。ボラだわ。ボラですね。どうしよう。めちゃめちゃボラがいるね、今下に。まあ、そんな感じでございます。2匹目でございます。口太ね、次はさっきのお腹よりはちょっと大きい、さっきのよりは少し大きくて35あるなしぐらいです。いやー35はないかな、34、34ぐらいかな大きく見ても、はい、というわけでいい感じね、いい感じ。やっぱ当たってくるのは全部2広ぐらいかな。さっきから何回か当たるんですよ。気がね、ほんと絞らせてるんですよ。そもそも絞らせてるになかなか入っていかない。浮きって完全に海面にこうギリ浮かせてるよりはちょっと絞らせた方が、何て言うんだろう、こうその後の抵抗も少ないっていうのかな。浮きを0号とかで浮かせて、そこから入る時の抵抗と、ちょっと海面下にあって入る時の抵抗って、もともと入ってた方が抵抗は少ないですよね、確か。なんか宇沢さんがそう、なんかの動画で言ってた気がするけど、だからずっと絞らせてるんですよ、抵抗がないように。で、ちょっとこうぐーって走ってって合わせて、やっと上唇にギリかかってるぐらいな感じです。だからちょっと早くさっき合わせたらかかんないんですよ。今かかりすぎ口元の5号だけど、かかんない。2回ぐらいかかんなかったかな。だから、おお、かかんないぞと思って、ちょっと自分が思ってるよりはワンテンポ、ほんとワンテンポね、1秒とかもないけど、0.5 秒とか、ほんと一歩遅らせて合わせて、ちょうどいいぐらいって感じです。まあ、それが合ってるかどうかわかんないけど、まあ、でも釣れたから合ってるんだろうけど、なかなかね、合わない。当たりはある。でかいか小さいかって言われると、まあ、アベレージ30ギリあるなしぐらいで遊べるって感じかな、ここは今のところ。というわけで、ちょっと楽しみたいと思います。